正面で。おはようございます。おはようございます。今日は上野グリーンクラブに来てます。信徒さんがですね、グリクラっていう名前を入らせようっていう。あ、そうですね。昔グリとグラという絵本がありましたけど、何か関係あるんでしょうか。とどいいですね。はい。今日はですね、随商店に来てます。実行委員長ですかね、あの巨匠の山口さんに、ぜひ遊び来いということでお声掛けいただきまして、2人で来てるんですけど、もう大盛況で、今日3日目なんですけど、最終日、初日2日目は、まあ、随商星さんにですね、朝6時、7時ぐらいから並んでお買いを求めいただいたということで、まあ、随商大人気ということで、今日はまあ、ですから、展示品がまあメインに見るということで、あと午後1時からですね、木村先生のまあ将来の若手愛好家に向けた支援講習会っていうんですかね、そういうのをやってるということなんで、そちらの方も楽しみにしたいと思います。1階2階が同時開催で東京店ですね、こちらでやってる。で3階が随商店ということなんで、もう10時オープンしました。はい、もう9時かららしいです。あ、9時から遅れてる。そうか。はい、じゃあ中見てみましょうか。はい、じゃあまずは東京店。東京店の方が、はい、すごいですね。前を話したいみたいに席の中で左流れと向こうに右流れで、あ、逆逆逆、右流れと左、多分なんかそうなってる。左右で合わせて、左右で全体で、この中で一つ完成できるように。なるほど。まあ一つ一つの席なんだけども、こちらの右流れで、こちらの左これもそうですよね、そんな感じで2つの飾りでね、で全体をこの全体が確かに私美術館やられてたんですね、お父さんが。すごいですね、これ珍しいですね、愛らしい。なんでなんでしょう、こんな感じね、果肉っぽいですね、なってますね。ねえ、こんな感じでできるんですね、梨。食感またいいですね、梨ってね、これがね。すごい優しい。ぴったり合ってますね。すごい。ライライさん。食も下がったかと。すごいですね。ね、こっちも合ってますよね、なんか艶消しでね。豆腐って書いてあるんですよ。これもすごいな、ちりめんが石でね、いけるっていうのがあるんですね。強いからいけるんですよね、強気だと。石だと、石だとね、それが石だっていうのはこちらでやっぱり小白だからいけるんじゃないかなと思いますね。あ、この方、この方、昨日会った人。あ、そう、カンピーさんですね。だからあれですよね、逆転のあれですよね、主木が臓器で、ね、そやにこういう、たまにこういうね、浜野会長とかもよく言いますけど、こういう方があるんですよね、こういう飾り方、こういう飾り方がズバッと、ね、綺麗ですね、これ、ね、綺麗ですね、瀬田川石、うん、そうですね、こういうのある、綺麗、綺麗ですね。車みたい。なんかこうハサミが研げそうですよね。ね、
この向かい合ってます。あ、ね、ね。石のポケットの飾り方は結構下にもありましたね。あ、そうですね。かわいい。バッチ。合ってますね、ハチと木が。口なし、大きな青みなし。うん、身がたまわに。あ、身がありますね。うん、この絵だから。これここの絵。ああ、分かった。だからこれ目を、ここの絵と随所の違いっていうところで、葉生と目って言いますけど、目がなんていうのかな、つぶ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 ってなってる。あ、目。目ね。随所がこう とんがった。確かに。コンペイト。コンペイト目みたいな。確かに違いますよね。やっぱりあの五葉松っぽい目ですよね。この絵もいいですよね。この絵もいいですよね。刺したんですよ、いっぱいね。いっぱい刺したけど、8割ぐらいいなくなった。そう、茶色くなってる。結構1000ぐらい刺したと思うけど。あ、そうですか。荒川賞の町。そうですね、一番いよいよ随所店ですね。随所店、はい、いよいよ。あ、これは上野さん。上野さん、はい、最初この状態ってこと。雑誌出たんですね。これがこうなるんだ。これがこうなったのは、ありがとうございますですね。これですよ、この目ですよ。随所の目、勉強しましたね、今日。随所の特徴を簡単に先説明してもらえますか。はいはい。随所はまあ発祥も短くて丈夫で太りやすいと、成長が早いですからね。ですから雑木みたいな感じで早く成長できる、作るのに早くできる。だから前去年の動画で70年ぐらいしか経ってないとかですね。そうですね。随所までこんだけ立派になるっていうことなんで非常に作りやすい。で我々今チャレンジしている刺し目ですね。刺し目。はい。それも五葉松でありながらも刺し目が効くと。まあ、10% 程度って言われてますけど、でもね、できればいいなというところですよね。うん、ありがとうございます。はい、すごいですね、この並ぶとね、やっぱ。並ぶとね、こうなりますね。これ、うん、見覚えのある。見覚えのある。虫食いのある、それは。あ、木村ひろこさんっていう名前です。これが、アリがみんな虫を食ったっていうことで、うん、自然にシャリを作った。参議院議員賞。参議院議員賞。本当なんかね、いいですよね。素晴らしい。私の印象ですけど、割とこう、両方にハマるような作り方をするかなって。そうですね、多いですよね。多いですよね。例えば、これがあったらこっちなくてもいいみたいな人もいると思うんですよね。で、割とこう、下の枝を大事にするっていう、その作りも少し。でもそれ取り引きしちゃうって話もよく聞きますよね。うんうんうん、そうですね。素晴らしい。流れない。あったんですよ、ここに。ああ、なったんですね。あ、やっぱりあったんですね。うん、でそういう時もあるじゃないですか。多分そうですよね、これね。抜いてますもんね。換気でね、蓋をするためにつけておいたんでしょうね。あ、これエビナ。あ、エビナ、沖縄。沖縄。エビナって。サービスエリアの。え、沖縄ですかね、これ。立派ですね。立派ですね。だって持つったら大変ですからね。特にあれですね、古葉とかってのは取れないんですね、この時期でもね。あ、確かにそうです、うん、あ、この目、この目、この目なんですよね、
とんがったね、コンペトの茶色い目、とがった目ですよね。あー、勉強できた、今日。これですか、ね、これ、これも国有地方だから。あ、そうなんですか。大塚さん、いつもいらっしゃるから、うちのそばのね、木うんぬんじゃなくして、まあ、これ国君、まあ、同じ年の人ですから、はい、あれ国さんですよね。そうです、19歳、福寿丸ってね、今月の金本にね、30年前からの連載で載せてるのよ、はい、その木に私も若い時憧れて、曲を取ったこの 年数のやつがあるのって、もうちょっと俺に持たせてくれということで、これをとりあえず、だからまあ彼の名前にしてあるんだけど、木の作りでちょっと私お伺いしたいのがあってですね、割と青柳さんのもそうですし、こちらもそうなんですけど、随所の木の作り方で下枝を両方残すパターンが多いのかなって気がしてまして、見ていて、で、山口さんのところにお邪魔した時にも、やっぱりあの木村先生のところに挿し枝、こっちに枝をぐるっと持ってきた枝があって、将来それを取っちゃうかなって言われてた木があって、ですから、それは人によってはこれ取ってこっちを利かすとか、うん、だけど随所は割とこうそういう両方をはばらすような、これね、取っててもらえば分かるかと思うんだけど、国風の手入れは木村さんとは違うんですよ。このまま国風で通すんじゃないか、特にあのそこらの若木の木は、頭なんかもちょっとね、全く変えちゃうから、だからこれも国風の手入れっていうと、参考のために取っててもらえば、あれって思うような感じにするんですよね。だけどやっぱりこれから20年30年先のことを考えれば、この枝を外すとかこの枝を外すとかによって、また正面もね、この頃は逆ですから、これ裏側から見てるんですから、これが大久保会長がうちの方から買った時の姿、それから裏表をひっくり返したのが今の姿、だからそういう風にね、変わるということはやっぱり今あの日間さんが言われたように、そのままひっくり返すんじゃなくて、またそういう木なんですよこれ。まだ将来に向けて5年後10年後はこの枝取るようになるかなとかっていう、まだまだ残しておくんですね。そうそうそう、そうです。山口さんとお邪魔した時、あんだけ立派な木で、その木村先生にぐっと持ってきて作ってもらったやつを将来取るかもしれないって、あの話がすごく印象的で、それがまたこの木の面白いところなんだよね。だから盆栽をね、この鉢物を始めたらね、本高級だし、管理してもらって、そういうことを覚えられると他のものにすごい通用するからね。今回の木の中で一番古いのってどれですか？うちのあれです。あれ、株たち見てるんだ。そうです、昭和30年の着いてすぐ事故が出ちゃって、その当時鈴木さんは大屋島とか、そういう名前をつけてね、はい、いられたんだけど、これはまだその時にまだ名前がつくかつかないかの時に、はい、値段が一日一日上がっちゃうんです。あ、すごいですね。68年、そうですよ、そんな感じですよね。ま、70年がちょっとあって、一番そうです、ね、武蔵が来年な、来年が70だから、70、よく覚えてますね。詳しいですね。もう若い人に言ってもらって自分の方が、割と下枝をこう両方グッと残ってくるのかなって私見てて、どうしてもね、その全部この人が作ったものなんですよね。で、山から取ったものというのは、はい、この下枝がないんですよね。ですから人が作ったものですから、下枝からですね。幅に出す、そうですね、作りをするのかな。これもあの青柳さんのもそうなんですよね。そうです、また両方こうグッと、まあ、あの雑木に似てるところありますね。そうですよね、雑木もあれですね、割とそうですね、ここにあのゼロから作っていったものですから、そうなっちゃうんですね。ちょっと別に太らすためとかっていうよりは、割とやっぱりガッチリこう、そうですね、作ろうというのは随所の作りだって、はい、ありがとうございます。気になる人は気になると思うんですよね、まあ、こんだけのね、賞取った木なんで、あのどうこう言うつもりないんですけど、雑木に似てるって、サツキに似てるって、確かにそう、こう両方はばりがね、山鳥がないですかね、山鳥の随所がないから、結局取り木、挿し木で人が作っていったものだから、
いや人によってはこれ取っちゃうっていると思うんだよ、本当にいると思って、そうすると弾みが出てドーンとこれがこう効いてくるから、だけどこう作るんだなって。山にさ支給すればいいんじゃない？で、山取り100年後ぐらい100年後ぐらいすごいでかくなる人だって100年山さしてた。全国の山にばらまきますからね。木村です、どうぞこれからよろしくお願いします。皆さんのね、こちらからね、お一人ずつちょっとアドバイスをしながら進んでいきますので、それを皆さん聞いててください。未消するのはどうしてもね、こういった風にね輪になってその枝が出ちゃうんですね。ここにこれも単独していいんですけど、はい、この上がこれ何本出てます、これ5本くらい枝が出てるんですね。この1箇所から何本も出てるっていうのはあんまり良くないんですね。この枝があってその上は当然いらないわけですよ。で今度ここから上がちょっと飛んでますからね、ここに1つ枝必要なんですね。ですからこの5本の枝をなんとか2本にしちゃってください。これ大丈夫ですから、これは、はい、軽く針金をかけて、もう植物とだんだん枝が上がっていっちゃうんですね。上がらないようにこのワイヤーでこれを下げとくんです。これ去年ね、やっぱりここでもってね作った木らしいんですね。このまま枯れずに、枯れないことも普通に。いや枯らさないだけでも大したもんですよ、これ。ありがとうございます。まあ別にあんまり良くなってないですけど、そうですよね。これね、油かすのがありますからね、はい、これ一つぐらいでいいですからやっといてください。でこれは分流風で、これはねちょっともうちょっとこれ立てて、こういった姿のこれの方がいいでしょ。頭まで行ってないじゃないですか。ですからこのうちのどれかをね審議にするんですね、頭に。ですからどれがいいかね、これ選んでいくんですね。ここ枝がいいかと思いますね。これをこう立てます。それで頭にしてください。それでここに1,2,3,4,5本出てる枝がね、ここに1箇所にやはり5本出てるんですよ。でこれはちょっと多すぎるんです。これを2本ぐらいにします。でその抜き方はこちらには全然枝がないですからね、この辺の枝を残して、でこっちに枝がありますからこうダブっちゃいますから、こういうの枝を取ってどれか好きな枝を2本ぐらいに。これはなかなか古い木ですよ。だけど枝が多すぎるね。そうです、ちょっとね、はい、だからこれを今度はこれも頭がないんですよ、ここでもって全部切れちゃって。だからこれをどれかをこの枝あたりをこう上へ持っていくんですね。で頭を作んなくちゃダメですね、はい。それでここに 1,2,3 とこれ枝が揃えちゃってるから、どれか1本ここらがいい枝だね、はい。これを下ろしてこの枝にして、下面を取っちゃっていいですか。これはだってこっちが正面でしょ。そうですね。そうしますとね、これいらないでしょ、これいらない、でこれでいいです。わかりました。ではこの頭やったら、はい、そうです。いやこれ面白い木ですよ、これ。これ要するにスタイルといえばもう文人木ですね。文人木っていうのは細くて背が高い、枝数が少ない、なかなかおしゃれな木なんですけど、やっぱり文人にするにはもうここらの枝みんないらないんですよ。それで頭がこれ潰れちゃってますね。これ頭立ててやらないといけないんですよ。だからこれ針穴を外してちょっと太い針がね、これは太すぎるけども、これの下ぐらいの針がないかな。これはもういくらやってもこれ折れませんから大丈夫ですよ。でなるべく背高くしちゃったんですよ。でこれ一遍外しちゃって、でこれ枝数が随分多いですからね、ここらはやっぱり枝数が枝がこれ重なってるからこれいらないですね。でこれは後ろの枝ね。で抜く時の枝を、はい、先生としてどういうふうに見てますか。まあそれはね、なんとご本人の感性のようなもんだってね、どの枝を抜いたらいいか、こういう下の枝はいりません。でもうこれだけでいいですね。でこれをね、頭立てるだけでも何かね、それらしいね、文人木らしいあれが出てきますよ、感じ。だから立ってたやつを僕が寝かしちゃいました、これを。いや、寝かせないもんですよ。立てた方がいい。はい、はい、どれやるか。あれ、去年もやったっけ。はい、ね、去年はうんち心拍負けたろ、ね、そうだよ。これも随分曲がってんな、これ。針金外してみな。要するに、ちっちゃいものを作りたいんでしょ、はい。そしたら、これ思いっきりこうやって曲げちゃってみ、こうやって。これもう、ゴムみたいなもんだから。簡単に曲がるが、好きなように曲がっちゃうからね。いい形に。はい。これも面白いけど、これね。これ、やっぱりこれ枝がさ、
はい、上の方多すぎるよね。ごしゃ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 。だからどうしたらいいかと思いまして、こんな中のこんな枝はいらないよね。これそのこれはいると思う。はい、それはいる、これはいるけれども、はい、ここの中のこれはいらない。それとこれをこういう枝をそーっと針金かけて、はい、これは松と違うから無理にやると折れちゃうから、うん、そーっと針穴かけてこう下ろしてみて、はい、これ分かりました。小枝みんな外側に開くみんなこれね、あのみんな枝がこう上向いちゃってるから、はい、やっぱりこれ若干、うん、下へ下ろすような感じで針穴かけて、これ面白い木ですよ。ありがとうございます。右流れだからこの上の枝もこれもこれ力入れますよ。これもう大変だ。これこのぐらいこの太い針金で一番太い針金でね2本かけないとこれ折りない。あ、まあ折るぐらいのね、折れても大丈夫だ。折れてもいやいや、あの人の木だからじゃなくてそうじゃないんだよ。あの折れてもね、心拍は、はい、そうだね、そのぐらいの傷じゃね枯れるってことはなかなかない。だからそのぐらいを折るぐらいのねつもりでやらないとこれ曲がんないもん。こういうものこれですね、楽しいです。楽しい、まあ、初見でね、やっぱりインスピレーションで先生が感じていることだからすごく参考になります、うん、立っちゃってんだよね。これをね、無理にね、太い針どっちもあります。このぐらい、これはもちろんこれみんな枝を下ろさなきゃいけないからね、これを下ろして、これを下ろして、頭はなるべくこっちへこう振りたい。全部はこっちに逃げちゃうんじゃなくて、はい、頭は正面、はい、これはいらないと思う。これだけをね広げてやればもう十分で、でこれをもうちょっと下ろして、はい、これも下ろして、はい、いやいや陣にしてもいいし、でみんなこっちへ流しちゃって、あの枝を持っていっちゃってるけども、やっぱりこっちいくらか、これもこのぐらい切っちゃって、はい、ちょっとこれ模様が強すぎるかもしれない。そう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 、もうちょっと緩めてやった方がいいんじゃないのかな、このぐらい、このぐらい、はい、ここまで取る、こっち回転、こっち回転、それは頭で、なんならこれ全部これもね、そっちへ絞るからどうしてもちょっと遠めに感じてこうに絞るから、ね、すいません、はい、どうもあれ、盆栽に対する熱意ですね、その熱心さを感じました。これからも頑張って盆栽の愛好をしていただきたいと思います。今日は本当にご苦労様でした。また来年もこのようなことをやるわけでしょ。そうです、私がもし、はい、また私がもし元気だったらば皆さんの前で元気です、よろしくお願いします。じゃあまた来年の会う日を楽しみにしてますから、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ただいま木村先生のですね講習会終わりました、若い方もいっぱいいて24名の参加者がいて、そうですね、見学を入れたらもっといますよね。あ、そうですよね。で、そうそう、ギャラリーの方もいっぱいいたんで、そうそう、ということがあったんで、なんか盆栽会と随所会盛り上がってるっていうのがよく感じました。東京展の方も、素晴らしい作品がいっぱいあったんで、また来年もぜひお越しいただいて、楽しんでいただければというふうに思います。はい、そんなところですかね。笑いはないです。はい、ということで、来年もまたお待ちしております。はい。はい、よろしくお願いします。はい。井上さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。